稲村候補の演説、本当人いてないですよ。いてないですよね、皆さん、X とかで見たら分かると思いますが、これ結構皆さん油断しがちなんです。これ毎回言うんです。県民、国民の支持がある方っていうのは、街頭演説集まるんです。なんでかって、その人の熱量を感じたいから、その人の言葉聞きたいから。でも、稲村さんの方は集まってません、ほとんど。来てるのは、政治関係者、立花からも話ありましたが、22人もの市長が異例の支持候補、支持として出す、あんなこと異例中の異例ですよ。じゃあなんであんだけ街頭演説集まってないの？支持してる市長さんたち。それって国民、県民の声聞いてますかっていうことなんです。何が言いたいかっていうと、皆さん勘違いしてほしくないのは、これで斉藤勝つだろうって絶対思ってほしくないです。はっきり言って半分、五分の戦いです。本当に数字の話に戻ります。440万人おります、何度も自己紹介します、政治家なんで何度も名前を言わせてください、ガーシーの後任でですね、私はホリエモンのマネージャーをしており、ホリエモンが秘書をしております参議院議員の斉藤健一郎です。改めましてよろしくお願いいたします。皆さん、期日前投票を済ませてきましたか？ありがとうございます。まだ半分ぐらいかな、半分ぐらい期日前投票を済ませていただいていると思いますが、まだ行かれてない方、少しでも早く忘れないうちに、当日になったらちょっと面倒くさいなとか、雨降ったなとか、あとちょっと神戸マラソンがあって、神戸マラソンで交通規制やってるなとかって言って、それで選挙に行けなかった、投票できなかった、下手したら1票差で勝ち負けが決まるぐらい際どい選挙であるということを、皆さんぜひ覚えて帰ってください。ここの熱量、こんだけの人が集まって、僕も何度も選挙してきましたが、これほど人が集まって、県民国民の方々の熱量が高い選挙は初めてです。それほど国民県民にとって非常にこの兵庫県知事選が大事な選挙です。現状の既得権益マスメディアとこの県民の戦いです。ただ負けてしまったら元も子もありません。はっきり言ってこの熱量、1ヶ月後には消えてます。そういう既得権益の人たちっていうのは、時間が経てば県民国民はみんなバカだから忘れると思われてます。だから意地でも勝たないといけない選挙なんです。絶対に勝たないといけないんです。今はリアルに五分五分だと思います。ちょっとだけ簡単に数字のお話をします。兵庫県の有権者440万人です。前回兵庫県知事選はそのうち 40% しか行きませんでした。数字を簡単にして 50% にすると220万人、およそ200万人しか投票に行きませんでした。今回相手候補は全政党がついております。なんとなく自民党県議の中で割れたな、維新の中で割れたな、公明党の中で割れたなっていうことはありますが、どちらにせよ大きな組織を持っているのは間違いなく斉藤候補以外の陣営です。もう隠してもしゃあないですね、稲村陣営ですね、ごまかしてもしゃあないですね、稲村陣営です。私、NHK でぶっ壊す、ぶっ壊す、ありがとうございます。ちょうど先週、東京に戻って、国会が開いてたので、東京に戻っておりました。その時に、全国であるんですけど、地元の県人会というものがあるんです。東京で各47都道府県が全部支所を持ってるんです。そこで主催される東京兵庫県人会というものに、私も兵庫県民なので登録をしております。国会議員として年会費を払って、
そこのパーティーがちょうど今週ありました。そこに行ってきました。もう3度目ぐらいなんです。今回そこに行った時の空気はやばかったです。何がやばかったかって言ったら、僕のことをものすごい白い目で見てくる人たちがすごい多かった。兵庫県人会、東京兵庫県人会、皆さんウェブで検索してみてください。一度帰ってからでいいです。どんな企業の人たちの名前が連ねてるか。そうそうたる企業の顧問会長、すごいですよ。その人たちははっきり言って斉藤に続けさせたくない陣営、ものすごい権力と力がある人たちが全員なんとか斉藤を下ろそうとしてるんです。稲村候補の演説、ほんと人いてないですよ。いてないですよね。皆さん X とかで見たらわかると思いますが、これ結構皆さん油断しがちなんです。これ毎回言うんです。県民国民の支持がある方っていうのは街頭演説集まるんです。なんでかって、その人の熱量を感じたいから、その人の言葉聞きたいから。でも稲村さんの方は集まってません。ほとんど来てるのは政治関係者。立花からも話ありましたが、22人もの市長が異例の支持候補、支持として出す、あんなこと異例中の異例ですよ。じゃあなんであんだけ街頭演説集まってないの、支持してる市長さんたち。それって国民県民の声聞いてますかっていうことなんです。何が言いたいかっていうと、皆さん勘違いしてほしくないのは、これで斉藤勝つだろうって絶対思ってほしくないです。はっきり言って半分五分の戦いです。本当に数字の話に戻ります。440万人の有権者、 50% で220万人です。そのうちおおよそ 20% から 25% ぐらいは組織票があるでしょう。ってなると、すごく単純計算でいくと100万票ぐらいは組織票と組織票の周りで集めた方から集まるんです。相手は100万票を取ると思った方がいいと思います。そこから斉藤陣営が100万票を取ったとして、やっとこれで200万票、おおよそ 45% 投票率、通常の選挙通りの投票率なんです。でも前回の4年前より 5% 曲がってる状態。ただ今の熱量を見ると 50% ぐらいは確実にいくだろうとは思います。ただ7人も候補者出てます。やっぱり立花隆って書きたい人出てきます。出てくるんです、絶対出てくるんです。こんだけお願いしても、その他木島候補の関西圏面白いなっていう方もいるでしょう。そういう方々たちが50万票ぐらい持っていったら、これでもうすでに 50% 超えるんです。これでやっと五分なんです。なので投票率最低でも 60% でも僕は怖いなと思ってます。 60% だけれども、斉藤陣営が一つの目標としてる波に乗りたいから 73% 目指したいって言ってるんです。これは知事選にしたらもう異例の高さです。異例の高さなんですけれども、皆さん一人一人が自分の友達友人に選挙に行こうって声をかけてほしいんです。ただここで注意していただきたいのは、ここに聞いてくださってる皆さんっていうのは真実を知っています。僕国会に戻って、国会の先生方、国会の先生方に少しでも知ってもらおうと思って、いろんな方に声をかけて、今の兵庫の現状を知ってますか。国会議員ですら
あのパワハラおねだり知事でやってる選挙やろっていう程度の情報しか持ってないんです。これが現実なんです。国会議員ですら知らないっていうことは、一般の県民の方が選挙に興味ない、普段ここに興味なかった人もいっぱいいると思うんです。だけれども、もっともっとその後ろには本当に選挙に興味がない人がいています。その方々たちに案内をしてほしい。ただ思想がやっぱり違うし、選挙のことを言うとどっかの学会みたいに電話公募をかけてくるようなところみたいになるから、私やりたくないなっていう人たくさんいると思います。なので無理はしなくていいです。友達と喧嘩なったり家族と喧嘩なったりすることは望んでません。なので一つだけ武器を授けます。何かというと、まずは投票に行こうよ。なぜなら今回の兵庫県知事選の投票権はプレミアム投票権なんだよって伝えてあげてください。僕のところに DM でも全国から兵庫県の投票権欲しかった、今からでも住民票移動したい、今から移動しても投票権間に合わへんけどねっていうのを何度もしてきました。そのぐらい兵庫県民でありたかったっていう人たちが全国にものすごい数いてるんです。だから兵庫県民として投票権を持ってる人たちはプレミアム投票権を持ってるんです。なので今回の選挙はそのプレミアム投票権を1枚も無駄にすることなく、まずはお友達ご友人家族にこのプレミアム投票権なんだよ、今回の選挙全国からすごい価値が高まってるんだよということをお伝えしてください。その上で今回の真実を知ってくださいって言うと面倒くさくなります。なかなか説明できない。なんでかって、あんだけテレビが真実だと思って聞いてる人からすると、テレビがまさか嘘つくわけないって、みんなやっぱりもっとたくさんの人たち思ってるんです。ここの人たちは真実に気づいてるんです。国会議員ですらないし、すら知らない真実を知ってるんです。だけど一般の人は知らないとそう思ってあげてください。それでそれを責めないであげてほしい。選挙知らないよね、政治難しいよねでいいです。なので一つ目はプレミアムチケット。今回の投票権はプレミアムチケットなんだよ。そしてもう一つは、これも話をシンプルにします。斉藤知事のやってきた政策の一つだけ言います。それは兵庫県の県庁1000億円もかけて建て直したいですか否かなんですよ。今斉藤知事は500億円ぐらいまでに収めたいと言ってます。500億円ぐらいね、最初は100から200億ぐらいというふうに言ってたんですけど、多分現実的なところの落としどころがそこなんでしょう。それで僕はいいと思ってます。なので1000億円もかける必要があるかどうかは、ここはかなり懐疑的であるということ。多分これ多くの県民の方が自分たちの税金で1000億円の建物ってイメージ湧かないですよね。空飛んでんのビルみたいな、そんなお金かける必要あるっていうのが多分常識的な考え方だと思います。なのでお友達や友人、斉藤知事以外の人になったら、稲村候補になったら、1000億円かけて県庁舎建て直しするって言ってるよ、それがいいよって言うならば、その他の候補でいいかもしれないけれども、それじゃダメだよね、それやりすぎだよねっていうのであれば、斉藤候補、それでいいんじゃない、そんなこと言ってたよっていうふうに、まず話をシンプルにしてあげてください。プレミアム投票権だよ、そして1000億円イエスかノーかでいいです。この2つをシンプルに近くの方に届けてあげてください、その声を。じゃないとあと1日しかないんです。明日1日しかないんです。なのでこっからまだ1ヶ月あれば
確実に逆転します。時間があれば確実に逆転するんです。ただあと1日しかない、明日1日しかないってなるともうギリギリです。ギリギリなので最後のその1票で皆様の持ってるプレミアム投票権1票で負けるかもしれない。負けたら本当に元も子もない。相手陣営の話を少しだけします。県人会の話先ほどしました。県人会どういう人たちが来ているかというと、その一人の代表格、20年間兵庫県の知事をやってきた人です。井戸前知事です。話しました、ご挨拶しました。おお、立花のところのやつか。あの人愛想いいんですよ。あの人本当にコミュニケーション能力も高いし、ええー、おっちゃんなんです。話しやすいおっちゃんなんです。ただはっきり言います、井戸元知事も多分今のこの現状を知らないと思います。立花隆デマばっかり流しとるな。一個言われたことめちゃくちゃ腹立ったことあります。井戸前知事がなんて言ったかっていうと、アホな奴らは騙されて、立花隆に騙されるわ、教養のある賢い奴はあんなもんに騙されへんって言ってました。ふざけんなっつって、ふざけんなですよね。これみんなバカにされたんですよ。20年間知事やってきた人がこの県民そんなバカにした言い方ある、なめてんちゃうこのおっさんっていう。そのぐらい既得権益の人たちっていうのは本当に県民のことを心底考えてるかって言ったら本当に考えてないと思います。別に既得権が全て僕は悪いとは言いません。僕らももしかしたらこれで斉藤陣営一つになって斉藤県政が続いていろんな仕事をもらったりしたらそれは既得権になる、それが一概に悪いわけじゃないんです。ただ20年間もやってたら皆さんよくご存知の言葉、権力は腐敗するんです。まさに腐敗したのがこの兵庫県の20年間だったんです。だからこそ斉藤知事が出てきてその腐敗した20年間に切り込んでいったらこのようにクーデターを起こされたんです。このクーデターまでの流れ、これ誰に責任があるかって言ったらこれはやっぱり僕は斉藤さんだと思ってます。クーデター起こされたこと自体は、それは何かというと、普通知事っていうのは斉藤さんご自身でも言われてましたが、1期目4年はゆっくりやろうかなっていうのが基本的なスタンスなんです。なんでかっていうと県庁の職員、そして地方自治体の首長、そして県議会、外郭団体、周りの業者さんとコミュニケーション取りながら話を聞きながら直す部分直していかないといけないよねっていうふうに助走の期間を4年間基本的には設けます。ただ斉藤知事は何が違うかったかっていうと、もともとあの人総務省出身なんですね。しかも総務省っていうのはどういうとか地方自治を扱ってる省庁なんです。その地方自治でなおかつ財務を扱ってる地方自治の財務を扱うプロ中のプロなんです、斉藤前知事は。その斉藤前知事は見たら明らかにおかしいものがいっぱいあるのが分かったんです。そらいても立ってもいられなかったでしょうね。もう少しでも早く改善しないといけない、井戸県政で20年間やってきたものがいっぱい出てきたんです。なんじゃこりゃ、蓋を開けてみたらこの借金1500億円、この隠れ借金なんなんこれ。県庁の方々があっちゃーってそれ触ってもうた。ただ県庁の方の気持ちもやっぱりわかるんです。今まで社長知事ですよねがやってきたものをひた隠しにして別に県民を陥れようとかそんなん思ってないんです。真面目に仕事はやってきたけれども、だけれどもいろんな改革を本当に実行していくうちに本当にしんどくなって、
もうこの人についていかれへんわと思って起きたクーデターだったんです。なので斉藤さんに責任はあります。責任はあるとは思いますが、本当に単純にシンプルに本当に兵庫県民のことを思ってるのは誰かって言ったら、これはもうはっきり一目瞭然です。兵庫県民のことしかあの人多分考えてない。多分自分の命のことすら考えてないと思う。めちゃくちゃリスクあると思いますよ。兵庫県人会で並べられている企業のリスト、ものすごい企業が本当に並んでます。 X の方でも出てますが、今そこで会長やってるのは元警視総監なんです。天下りです。そういう方々たちの集まりと戦ってるんだ。斉藤前知事はそこと戦ってるんだ。そこを支えられるのは県民以外の何者でもありません。これは本当に県民の力がないと間違いなくまだ負けますからね。本当にまだ負けますから、ものすごいこれで悔しい思いをしてしまいます。なので皆さん、もう一度油断することなく選挙必ず行ってください。そして目標である 73% というところまでなんとか投票率を上げて、全国の人にこの兵庫県を知らしめてやりましょう。